ステボ・ペンダロフスキは、マケドニアの政治家で、2019年5月12日から、北マケドニア共和国の第5大大統領に就任している。ステボ・ペンダロフスキは、1987年に、スコピーエ大学で、法学士号を取得した。彼は後に、MA と政治学の博士号を、同じ大学で取得している。2008年から、ユニバーシティ・アメリカン・カレッジ・スコーピーズの、 国際安全保障、外交政策及びグローバリゼーションの助教授を務めている。ステボ・ペンダロフスキは、総務省の広報アシスタント大臣としての彼のキャリアをスタートさせて、1998年から2001年まで、省の分析と研究部門の長をしていた。2001年から2004年のボリストライコフスキ、大統領の島で国家安全保障及び最高外交政策顧問だった。 2004年から2005年に州選挙管理委員会を指揮した後、彼は2005年から2009年にかけて次の大統領であったブランコ、ツルベンコフスキに再び国家安全保障及び最高外交政策顧問を務めた。2014年3月4日にマケドニアの主要野党である社会民主連合によって2014年4月の大統領選挙の候補者に選出された。 また、2019年の選挙では、社会民主連合と民主統合連合の大統領候補となり、5月5日に実施された決選投票で51.7%の得票率を得て、野党の国家統一民主党連合が推薦する大学教授のゴルダナシリアノブスカを破って勝利した。ありがとうございます。